な痴漢ね。スタジオに忍び込んで電子ロックまで外すなんて。そうまでしてメイの裸が見たかったわけ？あ、ともかくこのままってわけにはいかないわ。警察に突き出してやる。いや、その僕、メイさんのシャワーを覗くつもりなんかは。でも、見たんでしょ？僕の。いや、一応。それとも、こっちが目的だったってわけ？どっちにしろ警察行きよ。まあ、違います。これは何かの間違いで。しっかり握っていながら、往生際が悪いわよ。ナビ、警察に連絡しなさい。いえ、本当に間違えたんです。僕の本当の目的は、ナビさんの方で。ナビ？私？ナビをどうするつもりだったの？あの、コンピューターのプログラムの勉強をしてて、愚かにすごく興味があって、特に試作品のナビさんに。あっちゃー、こいつあれよきっと、ほら、コンピューターとか美少女とか好きなやつ。なんて言ったっけ、メカオタクですか？そう、それそれ。やった、僕そんなやつに見られちゃったわけ？違いますってば。本当にすいません。ごめんなさい。許してください。どうするね。言ってることが本当でも窃盗未遂だよ。でも警察っていうのはちょっとかわいそうかな。だってさ、まあ今回は名前と住所を記録しておくにとどめておきますか。ナビ。はい、元君。横浜港北区のタミヤ真嗣、18歳、カニ座の大型ですね。今度やったらどうなるか分かってるでしょうね。はい、本当にごめんなさい。拍手。そんな格好でいたら風邪ひくよ。ところで元子はどうしたの、こんな時間に。カンナと一緒に陣中見舞いに来たのよ。ああ、そうそう。ほら、メイの好きなナポレオンパイ。サンキュー。で、今度は？メイ、マトコ。大変、大変よ。一体何なの？やだ、ちょっと何よ。カメラ切り替えろ、早く。ダメです、カメラ動きません。チーム、じゃあチームに行け。はい。いや、やめて。待って、ダメ。いや、こんな、すいません。なんとかならんのか。なんだ、どうした。わかりません、すべての機械が操作不能です。ライブ音は視聴率30近くいくのよ。なんとかなんないのこれ。あの子たち、かわいそう。紹介いたしましたが、あの神父のベールに包まれた知性派タレント純田遥香さんの熱愛写真は、昨夜私どもの番組宛に突然何者かによって送られてまいりました。送り主は今のところ全く不明ではありますが、私どもではこの写真を遥香さん、見た、どうしよう。さて、昨日といい今日といい、何が起こってるの。